さあ、やっていきましょう。頑張ってみるね。頑張ってみるね。チャプター4ですね。やっていこう。気がつけば、期末試験まであと少し。それなのに、ゴロウ君は、のんきなまま。でも、朝から元気な朝顔のように、ニコニコ笑っている様子を見ると、私もつられて、笑ってしまうのだ。いけない、いけない。気を引き締めていかないと。まあ、そろそろ期末試験なのに、昨日も五郎くんったら星を逃げ出して、今日の放課後こそは逃がさない。五郎くん。はーい、五郎ちゃん呼ばれました。夏服？夏服なんか涼しそうな感じになってんだ。よかった、今日はちゃんといてくれたのね。先生のためだったらちゃんと居残りするよ。五郎ちゃんはユーキャン実行の四字熟語が座右の銘だもん。四字熟語四字熟語四字熟語これちょっと待って、これ突っ込みどころか早いか、さすがに突っ込みどころだわ。早いな、たっぱしすぎだろ。出てきてすぐかよ。あれ、あ、その感じのあれか、有言実行のことで、ね、簡単な四字熟語なのにそんな変な覚え方しちゃダメ。なんで若干ウィング入ってんの。英語を使えばいいってものじゃないでしょ。もうそんな言葉使わないの。でもユーキャンじゃなくて有言実行なんて言うけど、ゴロ君いつもサボってるじゃない。先生と約束した時まではちゃんと星に出るつもりなんだよ。直前でやる気なくなる感じ、ちょっとわかるわ。なんか計画してよしやるぞっていう直前近づいてくると、やっぱやめとこっかなみたいな日和るところあるよね。でもね、やっぱ放課後になると路上に行きたくなるんだもん。だって路上ならパウもいるもんね。あ、パウはゴロちゃんのペットじゃないんだ。あ、そうなんだ、野良犬なのあれ。せめてパウが学園にいてくれたら補習を受けてても寂しくないのにな。うん、ちょっと待って、戻らなきゃ戻らなきゃ、つい普通に聞いてたわ、戻らなきゃ。英語を使ってみようって思ったのね。使い方は間違ってるけど、その前向きなところはいいから忘れないでね。でも早かったな。そっか、さすがにパウを学園に連れてくるのは問題になっちゃうか、困ったわ。失礼。あ、はい、今日はちゃんと補習ができているみたいです。はい先輩、大丈夫です。あ、翔ちゃんだ、どうしたの。些細なことではありませんが、君がちゃんと補習を受けているかどうか確認しに来たんです。些細なことではありませんがって言ったな。些細なことですがではなくて、些細なことではないと言ったな。この男突っ込んどか、突っ込んどか。ありがとうございます、大丈夫ですよ。あ、よい。二階堂先輩のザッピングだ。二階堂先輩たちもなんか違うエンディングあるってことなのかな、これ。いまいちこのザッピングシステム未だによく分かってないんだよな。ありがとう、ありがとうございます。でも今日はちゃんと残ってくれてるんで、これから補習です。ゴロちゃん偉い子だもん。そういうセリフは毎日先生に待ちぼうけを食らわせなくなってから言いなさい。あ、バレてる、毎日ゴロウ君がすっぽかしてること。さすが。しかし少々先生の見方が変わりそうです。よく風文寺君に補習を受けさせる気にさせたと感心しています。ああ、褒めてくれるのね。でもちょっと戻っちゃうよ。大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫な生徒と教師でしたらわざわざ確認しには来ません。さて、風文寺君だけを最後まで見張っていられるほど私も暇ではないので、これで戻りますが。はい、帰っちゃうの。くれぐれもいつものように補習がなおざりにならないよう注意するよ。なおざりですか。おざなりとかなおざりとかなんかいろいろありますよね。はい、すみません。では質問がないのであればこれで失礼します。え、なんか流れ違うんだ。いつあれ合理してなかったんだ。ぼーっとしてて楽しいのかな。不思議。不思議ね。五郎くんに不思議だなんて言われてるのを知ったら、二階堂先輩想像したくない。不思議ちゃんなのは五郎くんの方なんだから。よし、それじゃ早速補習をするわよ。ちょっと待って、もう一個の方あれで合流してないんだ、ちょっと見てみたいな。あ、しょうちゃん。あ、いえ、ちょっと頑張っただけです。そのちょっとがなかなか通常はできることではない。では質問がないので。そんなになかったか。しょうちゃん、はい、今日は二階堂先輩の担当されている公民の予定だったわね。きついな。そうだ、ね、覚えきれない完全に。翔ちゃんの、そうだ、翔ちゃんがどうしてあんなにブスブスってしてるのか調べちゃう。そうね、二階堂先生を調べ。
って、どうしてそうなるの？だって、公民でしょ？どういうことどういうこと？ツッコミどころか？はい。好奇心心みんながねで、公民！ちょっとついていけないですね。よくわかんないから、とりあえず一発ツッコんどくか。当たり段階当たり段階、ほんとにわかんねえな、君は。興味津々。あれ？そう言わなかったっけ？あ、興味津々ってこと？言ってません。何度過去に戻っても、そのような事実はございません。なんだその言い方。わかったよ。それに、普通の公民なんかの勉強より、翔ちゃんを調べる方が断然面白いよ。まあなあ。前回の、翔ちゃんって大鳥先生調べる方が面白いんじゃないかなって、ちょっと若干思ってんだけど。それは断然面白いかもしれないけど、そこは認めるそらこ。それは期末テストに出ないでしょ。出るかもしれないぞ。テストにポペーっと翔ちゃんのレポート書いちゃダメ。割と月末試験でさ、なんかハーフロールがウィングに借りてるものはとかさ、個人的なこと言うからな。だからなんか出そうな気もするけどね。どうかな。で、公民。あ、俺ラブ選んだ。あ、選んでないからか。好奇心心。あ、そういうこと。そこがツッコミどころだったの。興味心心ね。公民とよくわかんないよ、つながりが。なんだか楽しそうな言葉ね。でしょでしょ。先生も一緒にどう？好奇心心みんながねーって公民。公民ラーメン担々麺。やめろやめろやめろ。ネタが古いぞ。ネタが古いぞ。はあ、私何やってんだろう。それに。じゃあ乗るだよ。そんな回答用紙出したら確実に赤点です。お願いだから早く教科書を開いて。忘れちゃった。そんなこともあろうかと持ってきたわよ。ないかな。ゴロくん、それじゃどうやって補習するの？あ、ゴロちゃんわかった。これって絶対妖精さんが。よ、補習をしなくていいですよ。にちゃ。って言ってるかよ。しなくていいです、にちゃ。汚い妖精さんになったな。だから今日の補習はこれでおしまい。わーい。うん、強いなこの子本当に。何言ってるの。先生、明日はちゃんと教科書を持ってくるから補習は明日にしようね。明日になったら今度は鉛筆忘れたとか言うんでしょ。私分かってんのよ、そういうこと。あ、こら待ちなさい。ポシュはちょっとごめんなさい、分かんねえんだよゴロくん。本当にちょっと待って。嘘でしょ。また今日も逃げられちゃった。今捕まえれたら別に、このタイミング。二階堂先輩に絶対に冷たい目で見られちゃう。ああ、これソラコが悪いのかな。これソラコが悪い。どうしたの先生、今日は補習だろ。そっか、真田と二階堂先輩でペアだからか。なかなかいっぱい出てくるなと思ったけど、真田。それがその、先生、その様子ではやはり風文寺君に逃げられたんですね。風文寺君。あー、二階堂先輩のため息が突き刺さる。あ、物理的に質量を持っているため息だ。刺さる。さあ、昨日は逃げられちゃったけど、今日こそはちゃんと星をやってやる。なんかハーフロールでもあった気がするな、この速攻で一日が経つやつ。先生ひどいよ、コロちゃんの邪魔するなんて。う、やっぱり星を邪魔としか思ってないのね。扉と窓に全て鍵をかけたわ。外側からな、内側からは開けれないわ。でも1学期の期末試験の結果が悪かったら、夏休みの間も特別補習よ。そんなのやだ。だったら今日の補習で頑張って勉強しましょうね。はーい。かなり不服そうだけど、今日はちゃんと補習を受けてくれそうね。大丈夫？鉛筆持ってきた？今日は理科系でいきましょうか。それでは最初の問題です。問題。自ら光っている天体を何という？おお、ありがとう、ありがとう。違うゲームで天体についてはすごい勉強してきて、ちょっと。発光体。正解。正解でいいよもう。正解にしてやれよ。半分点数あげよ。半分点数当てよ。恒星。太陽もそうなのよ。太陽より光が強い恒星っていっぱいあるんだよね。びっくりだよね。距離の問題で強いんだけどさ。これでまた一つ覚えた？もう向かうところ
味方なしだね。悲しいなそれ。味方なしってことは一人で行くってことそれ。悲しいな。違うの。もうほんと違いが分からんでござるでござる。ちょっと戻らなきゃ。意地悪だ。ちょっと違うかな。第一、それ天体じゃないし。でも天体じゃなければ当たってるでしょ。そうね、そうかも。はーい。私ったら間違ってるのに喜ばせてどうするのよ。甘いな、そら子よ。次の問題。あれさっきのやつスルーされるのか。恒星の周りを公転する天体を何という？地球儀。ああ、地球儀が回る？それはもうこれは半分あげれませんね。なんで地球儀なのよ。チラッと目やめろ。地球儀は地球の模型みたいなものでしょ。先生が言ってるのは本物の天体なのよ。はい、ゴロちゃんが悪かったです。ごめんなさいよ。こいつ話を終わらせようとしてんな。よし、答えは惑星でした。次、金星の大気にある主成分は何？ほんねにゃ、力が抜ける。まあ地球も太陽を回る天体ね。だよね。でも答えは外れなんだからね。はーい。どうして間違えて喜んでるの？やっぱり不思議ちゃんね、ゴロくんはね。ぶっ飛びすぎててちょっと。答えは惑星でした。次、金星の大気にある主成分は何？一酸化炭素。プーって。人間が住めないことは当たってるけど。人間じゃないよ。アフロディーテ、あーやけ、そっか、やけ、そんな話もしたな。違うゲームでやったな。そっか、はい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 、そういうこと。そういう夢のあるお話じゃなくて、とにかく答えは一酸化炭素じゃなくて二酸化炭素ね。はーい。さて、今日も補習も散々だったわ。それじゃあ死の星ね、答えは二酸化炭素。人が住めないんだから同じだよ。でも答えは×。正解よ。ちゃんと覚えてね。先生がそうしろって言うなら、コロちゃん頑張るにゃ。頑張って。オッケー。まだだけど。明日も頑張ろうね。千里の道も一歩からよ。コロちゃん、もうやだ。泣かせちゃった。泣かせて終わりか。昨日の星は珍しくちゃんと出てくれたし、今日もあの調子で頑張るわ。一日が早いな。来たか、久しぶりだな校長。校長、超合成功校長。どうされたんですか校長先生。聞くところによれば、どうやら風文寺君の補修がなかなかうまくいっていないようだな。それはただの噂ですよ。めっちゃうまくいってます。帰ってください。いえ、そんなことないですよ。昨日はちゃんと補修に出てくれたんですよ。昨日は、ということは他の日は出ていないということなんだな。それは、その、確かに。しかも君と風文寺君が一緒に遊んでいるような姿も見受けられるとか。かあ、困るね。先生は B6 をちゃんと卒業させるために来てもらったんだが。お前押し付けてんの覚えて忘れちゃったの。押し付けてきたの忘れちゃったの。生徒と遊ぶためではないはずなのに、そんなことってはどうする。こっちは何を狙ってんだろうね。なんかもうよくわかんないね。それ退学させたいのか卒業させたいのか全然言い返せない。私、風文寺君が無事卒業して大学に進学できるよう、もう少しちゃんとやるように。たかが知れろというものですぞ、ミシシッピ。懐かしいな。ミシシッピとか言ってたな。そういや、まだ言ってる。これにて失礼する。校長節も久しぶりだ。なんか改めて言われるとショックだけど、そう、私の責任だわ。あれ、どうしたんだよ暗い顔して。貧相な顔がさらに貧相になっているぞ。まるで貧乏神だな。単に取り付いてやろうか。お前取り付いてやろうか。お前の会社破産させてやろうか。ぐさっと来るけど一回す気力がない。実はちょっと校長先生に怒られちゃってへこんでたり。校長、ああ、もしかして五郎のことか。
そうなの。一日ちゃんと補修ができたくらいで喜んでいたんだけど、そんなんじゃダメね。五郎くんが成績を上げないと受験どころか卒業もできないかもしれないのに、私ったらつい流されちゃって、もしかして私が五郎くんをダメにしちゃってるのかな。あれはもともと五郎の性格だろう。担任が何を落ち込む必要がある。でもこのままだったら五郎くんが困ることになるわ。やっぱりどんなに嫌がっていても無理やり補習を受けさせるようにしないといけないのかな。それはちょっと難しいんじゃないか。ああ、それこそ五郎は大騒ぎをするな。でも五郎くんのためになることをしないといけないのに。このままだと五郎くんのためにならないことばかりしている気がするんだもの。確かに何でも許してやることがいいってわけじゃないけどさ。なるほど、担任も少しは考えているということか。まあでもあんたが頑張ってるの俺たちも分かってるぜ。無駄な努力ということもあるがな。お前は口が減らねえな。そのままいいこと言ってくれればいいのに。ウィング、傷口に塩を塗るようなことを言わないで。でもありがとう。はじめくんは優しいのね。トゲがある感じで返そう。まあ自分が補習を受けるわけじゃねえから。まあね、もし自分の身に降りかかってたらさっさと逃げてっけどな。もう次お前にしてやろうか。次お前選んでやろうか。まあせっかく褒めたのに。あれ、どうして先生と翼とはじめが一緒にいるの。ゴロちゃん先生のこと教室で待ってたのに。ブー、私がいるところが全て教室よ。ここで補習を始めるわ。待っててくれたの。そうだよ、約束してたでしょ。ほん、ちょっとずつ打ち解けてきてるね。つーか、いつもはまともに約束を守ってないくせに、たまに守ったからって大きな顔すんな。ゆったれゆったれ、はじめゆったれ。そんなことないもん、コルちゃんいつもちゃんといい子だもん。まあ、基本的にはいい子なんだけどさ、いい子なんだけど不思議ちゃんすぎて。いい子という単語が泣いて逃げるな。はじめと翼の意地悪、先生も勝手に独り占めしてるし。独り占めなんてひどいことしてるとエンマ様に舌を引っこ抜かれるんだからね。あー、まったく五郎も変なことばっかり覚えてるよな。それに舌を引っこ抜くのはトランプの女王じゃなかったっけか。あ、つかみどころだったか。いや、つかみどころだったか。違うか。いや、トゲ抜き地蔵の仕業だと聞いたぞ。よくわからんくなってきた。え、二人とも違うわよ。あ、じゃあ帽子屋の方だっけ。帽子屋なんだけど、全速観音か。ちょっと待って待って、よくわかんなくなってきた。どういうこと。え、そんなに、ちょっと待って。だから舌を引っこ抜くのはエンマ様、不思議の国のアリスは全く関係ないし、第一、千足観音って何よ、ムカデじゃないんだから。千手観音だよね。もう黙っていれば文句なしの美形なのに、どうして頭の中はこうもバカなの。また先生が二人を相手してコロちゃんをほったらかし。どうせ初めは翼と一緒に帰るんでしょ。さっさと帰れ。プープンプープン、激おこプンプンバル。古いあっち行こうよ。はじめも翼もブーブーだブーだ。ゴロ君、品のないこと言わないの。なんで突然そんな気品を漂わせてくんの。そらこう、そんなこと言ったらダメでしょ。友達はもっと大切にしなきゃ。まあ、これかなー。どうなるかな。いつもの感じだから別に一応ほっときゃ、そんなもんこの3人。言ったらダメでしょ。こら、ゴロ君、そんなこと言ったらダメでしょ。ああ、いいっていいって、ゴロは欲張りだから。強欲か。あんたを取られたと思って拗ねてんだぜ。何が嬉しくてこんな貧相な担任なんぞを取るものか。お前のルートになった時同じセリフ言ってみろお前。絶対なんか全ての金をお前にやろうって言ってくる。それはそれで悲しいんですが。ツンツーン、プンプーン、ドカーン。ゴロー君ってば。じゃあ俺たちは帰るところだから、先生はゴローの面倒よろしく頼むぜ。まあ頑張ってみろ担任。そっか、これB6 で家族が組めるな。さてはゴロちゃんが子供役で、ハーフロールが旦那さん役で、兄貴役がはじめで、ウィングどこだろうな。ウィングどこだろうな。キヨはまあ子供だな、悪ガキだから。ミズキが お母さん役なのかな、位置的に。そうなるとじゃあウィングよくわからん。なんか金庫番みたいな、なんか食えそうな感じになってんな、打線的に。まあどうしてそんなことばかり言うの、コロ君ってば。だってコロちゃん教室で一人で待ってて寂しかったんだもん、うん。まあ、やっぱ一人になるっていうことに
恐怖を感じてる感じだね、ゴロ君は。それなのに先生は初めておしゃべりしてるし、ゴロちゃんのけものだし。結構かまってちゃんがすごいからなんか、まあ、彼氏にしたらちょっとまずいかもしれない。結構束縛してくるタイプ感あるな。ごめん待たせちゃったのは先生が悪かったわ。そうだ、せっかく今日は五郎くんがちゃんと待っててくれたのに遅れちゃったから、少しくらい拗ねちゃっても仕方ないか。先生ちゃんと五郎ちゃんのこと見てくれる？もちろんよ、私がちゃんと五郎くんを指導してあげなきゃ。一緒にゴロちゃんと路上に行こうよ。え？じゃあなんか路上販売の片棒を担がされるの？捕まらない？星はどうするの？だってキランみたいに首を長くして待ってたら待ちくたびれちゃった。キリンね、キリンね。もうこれは分かりやすいな。キリンでしょ？近いよ。近いか。それにキランの方がかっこいいでしょ。確かにかっこいいな、キランの方がかっこいいな。どこら辺が？ちゃんと説明してみなさい。あ、先生の顔怖いよ。ねえねえ、そらこねえ。鬼みたい。やめろやめろやめろ、お前そのもうやめろ、その怖いの突然の。さて、お仕置きは何がいいかしら。先生の地獄リリー。とにかく待ちくたびれて飽きちゃったの。だから路上に行ってゴロちゃんと遊んでいようよ。悪い男やで。あひゃあひゃ、路上よりここでした方が効率いいと思うけど。そうなの？閉じ込められたのかな、外に行きたがったり一人になるの怖がってるあたり閉じ込められたのかな、なんかそんな感じじゃない。忍者の一族で風紋寺家、忍者風紋寺家という忍者一族でなんか封印された、隠された隠し子だった疑惑だな。え、とにかく終わりかい。遊ぶだなんて論外よ。今日校長先生に小言を言われたばかりなのに、昨日もちゃんとやれたんだから今日もちゃんと勉強しよう。このままだと期末テストの結果は目に見えてるでしょ。そんなのゴロちゃん分かんない。それよりも先生遊ぼうってば。そんなに強く引っ張らないで、転んじゃうから。力は男の子なんだな。連れてかれちゃった。結局今日はゴロ君に振り回されて補習ができなかったわ。嫌われてはいないのが救いなんだけど、どうしたら五郎くんは真剣に勉強に取り組んでくれるのかな。でもうじうじしてても仕方ないか。ビシッとしよう、ビシッと。びっくりした、びっくりした、びっくりした。部屋の中入ってきたかと思った。怖っ怖っ怖っ。魔法か、これがポペラ魔法か。ビシッとできるのかな。怖っ怖っ今の。